粒子の細かいタイプのパン粉乾燥した硬いパンを粉砕して作った欧米文化圏に伝統的なパン粉。商品例。日本式のパン粉製のパンから作られる生パン粉を衣の生地に使ったトンカツ。上に同じくコロッケ。上に同じくエビフライ。上に同じくアジフライ。パン粉、麺方粉はパンなどを粉状に砕いた。 調理用加工食品である。ふりかけ、つなぎ、揚げ物の衣などに用いられる。パン粉は以下の3種類に大別できる。欧米の文化圏で伝統的に使われているパン粉はすべてのパン粉の起源であり、もともとは残り物の硬くなったパンやクラッカーの使い道として考え出された調理用の食材で、 硬いチーズを細かくすりおろして粉状にするのと同じように粉砕したのが始まりである。現代の製品化されたものは、無論、古い食材ではなく乾燥させた食材を原料にしている。また、風味がつけられている製品もある。日本同様に揚げ物の衣として使われるほか、グラタンやキャセロール料理の表面に振りかけたりして使用する。イタリアのシチリア島では、 かつては高価で庶民の手に届かなかったチーズの代用品としてオリーブオイルをまぶして炒めパスタにかけた。これは庶民のパルメザンチーズと呼ばれ、これをかけたパスタは貧乏人のパスタとも呼ばれる。蒸気のパン粉の料理は日本に西洋の食文化として伝えられた。牛肉のコートレットやクロケットなどに使われる粒子の細かいタイプのパン粉であった。 食堂落秋の末期には、サンドイッチを作った後の余ったパンの耳の活用法として、火に干してカラカラにし、すり鉢や石臼で突き砕いて、ふるいで、幾度もふるうと立派なパン粉ができ、また最上等のパン粉を制するには、中身の白いところを干して、同様にすればいいと書かれている。日本では、食パンを利用する生パン粉が生み出され、それが、 トンカツやフライ料理の揚げ物を使用する洋食に適していたため生パン粉が普及して主流となった。生パン粉はフライに用いると揚げ油の中で大粒のパン粉に含まれる水分が素早く油と入れ替わり細かい気泡の働きでサクサクとした軽快な食感となる。これが人気を呼びエビフライ、トンカツ、コロッケなどといった。 様々な日本独自の料理が生み出されていった。生パン粉は保存性に難があったことから、これを乾燥させて保存性を高めた目の粗い乾燥パン粉が生まれた。日本で最も一般に流通しているパン粉はこの種のものである。原料となるパンの焼き方によって一般のパンと同じくオーブンで焼いた賠償式パン粉、生地に直接交流電流を流して焼いた。 電極式パン粉、イーストの代わりに膨張剤を加えて平たく伸ばし高周波で焼いたブレダーパン粉,粉に大別される。また業務用には揚げ色をよく見せるために着色したパンで作るカラーパン粉も用いられる。こうした欧米伝統のパン粉より粒の大きなパン粉は日本スタイルのパン粉として日本国外にも知られておりパン粉の名で流通している。 欧米文化圏のアジア系食料品や大型スーパーマーケットでも入手でき、料理番組や料理雑誌で日本風のパン粉を使った料理も紹介されている。また、アジアでは生パン粉が好まれる傾向がある。オックスフォード英語辞典では2012年5月の改定でパン粉を英単語として採用した。クラフトフーズグループの調査によると、キッチンに常に パン粉を置いているアメリカ人は2008年の5%から2012年は17%と急速に普及している。日本では料理によってパン粉の粒の大きさを使い分けることがある。粒の大きさによって粗め、中め、細目に分類できる。粗く砕いたパン粉は油を適度に含み揚げ色が良くつくため揚げ物に使うのが最適であり細かく砕いたパン粉は 滑らかな舌触りを生かし、また程よい焦げ具合からの香ばしさが出、淡白な素材の味を補うことができるために、ハンバーグ、肉団子、ミートローフなどといった、肉料理のつなぎや、カツレツのような焼き物に使う。中目は、汎用タイプで、調理全般に使用できる。パン粉を用いて、揚げ物をする際、軽く霧吹きなどで湿らせておくと、歯ごたえのいい衣になる。 パンコの日本のオリン企画でのパンコの分類は以下の通りである。幼児教育用の粘土にパンコを主原料にしたパンコ粘土がある。小麦粉粘土と同じく誤って口にした時のために安全性を考慮した製品である。他の粘土に比べて独特の手触りがある。ありがとうございます。